東杯のスタートです。チーンって何今の決勝だと ちーちゃが久里ですね。久里、太郎、金岡、小島という並びですね。ありがとう。かっこよかったですね。ドラが嘘と一曲、親は、佐々木久里ですね。あ、太郎の捨て牌が、あ、手配じゃない、手配がいいですね、これね。あ、いいですね。はい、もう二メンツできてますね。金岡さん、トンリュウ、つきもののこいつ。あ、面白い。馬場さん今鼻噛んでますか。今噛みました。泣いてらっしゃるんです。じゃあちょっと涙が止まらない。少し結構熱いものが、はい、あ、みんな手いいんじゃないですか。いいですね。むしろ佐藤が一番遅れてるぐらいの感じだもんね。ただ金岡さんはちょっとここから仕掛けてもまだちょっと遠い感じですよね。なんかあの、まあ、予選アマチュア大会見てると仕掛けなさそうな人だね、うん、役配はね。ところが深いというか、うん、まあ、じっくりタイプですよね。で、問題この太郎はどうするんだ、この白は。仕掛けていくタイプなのか。ドラ1枚ですからね、どうでしょう。カンパソなどもあるし、でもとりあえず泣いていきそうなイメージはありますけどね。初が金子さん、ドイツだね。まあ、太郎もシード選手ですから、ね、予選をやってなくて、まあ、ここがいきなりの、はい、まあ、登場になるわけなんですが。あ、そうか、それはね、小島先生もそうですけどね、うん、さあこの白、お、スルーしましたね太郎、うん、さあ馬場さん、すいません、色とねちょっと涙がね、ちょっと私が未来予知しちゃいました、はい、ごめんなさい動きましたね。2枚目は泣きましたね、はい、これでまあ一応後継でしょうね、後継のシャンテンという、いいシャンテンですかね、はい、あ、ドラ受けもありますし、まあ、チートイツの面もちょっとあるのかな。そうですね、あとはちょっとまだ苦しいんじゃないですかね。そうですね、金岡さんしかし落ち着いてますね。そうですね、なんか大いつも通り打ってますよね本当に。普通このメンツの中に入ったらね、もうプルプル生まれたての小鹿のようになります、うん、まあでもわざわざ選んでいったわけですから ね、 ね、すごいですよね、はい、あ、でも本当淡々としてるね、うん、彼はね。2枚目のトントが出た時にどうするかですよね。もう動かないんじゃないですかね。なんか動かないような気がするね。久里も、まあ、流派ちょっと重たい感じでなかなか切らないでしょうし、さあこれテンパイです。カンスーマンですが、この後ドラを重ねたりとか、まあ問、まあ、いまでかもしれないですね。スーアンはな、1枚と疲れてるのかな、はい、で小島先生というのはカーンウッソとサブロピン、いいシャンテン、はい、タンヤオイペコドラっていうなどもあります、うん、さあこれでどう受けるか。リャンウマンですかね。あれ、あ、シャンパン受けた。切り間違えた手でしたね。今手が止まりました。今スーアンちょっと非常に、はい、って自分で形を間違えたのか、つまみ間違えたのかわからないですけど、まあ、普通はリャンメントって多分どっちに受けるかね。多分リャンウマンに取ったつもりだったらと思うんですけど、まさかのシャンポン、まあ、一応サンマンウーマンの一応テンパイです。はい、これ痛いですよ。痛いね。これでサブロスースになってたもんね。リャンメント取っとけば痛いですから、でも打つしかない、ね、意地のからぎり、うん、さあこれで嘘がもうないのかな。先生がカウンソなんだよね、うん、あ、まだ1枚いるか。あと久里の手に3番がちょっと浮いてる形なんだよね、うん、そうなんですよね、あれが、これが出る可能性がどうでしょうね。どうでしょうね、もう4番手出しドラ切りも見てますし、うん、久里 もう打たないか、この3は、うん、打たないんじゃないですかね。もう金岡さんもあれだね、多分もう行かないね。
雰囲気見てると。そうですね。お、詰まった。なんかまあまあ結局、うん、まあまあ、そっか、サブロソウソにしても振り手は振り手だったんですけど。あ、そうか、三座が振り手だったね。はい。まあまあでもね、ちょっとびっくりしましたね。700戦300なんですね。さあ、トン一局が、はい、今上がった太郎が今度親です。トン二局、ドラがハック。トンペイとナン、ナン、いいじゃないですか。これは完全に面本が見えてる、ね、ババさんにとってはよだれが出るような、まあ、すごくいいハイパー。これでも動くかどうか微妙なところじゃないですか。でもね、チート位置とかになりそうなんで、そうなんですね。おたかぜがね、うん、2つ、しかもドラがね、ハクですからね、うん、チート位置するにはね、いいですよね、はいはい。さあ、これはもう上の3色見ますよね。あ、そうですね、もうね、見せる麻雀を、うん、先生は。あ、動きましたね。あ、仕掛けてった。仕掛けてった。へえ、2枚目、あ、2枚目だから仕掛けたのか。はい、でもなんかね、完全に今本一の、まあ、のみ、まあ、本一といてまでいけば漫画ありますけどね、はいはい。まあ、あとトーンが重なれば、これただね、あ、まあ、小数詞まである、まあ、ありますからね。さあ、これどうするんだろう。あ、いいじゃないですか。あ、まだ小数詞の目残してます。まあ一応残しますね。ただまあ太郎の仕掛けが結構、まあ、割とラフな感じのは久人は知ってるので、あんまり自敗を止めない、あ、気にしないってことじゃないですか。逆にまあそれキャラクターで得してる部分ですよね。だから1個2個もしかしたら泣けるかもしれないみたいな。でも本当トンとかシャー重ねてきたら面白いよね。そうですね。さあ、これペーだ。全部払う気なんですかね。ペーを泣いて、こうなると自敗打つの？まあしょうがないですね。まあ親ですし、打ちましたね、シャー打ちました。まあ一応ローソーのからのくっつき、あとジャントどうするんですかね。はい、よし、四五六六でシャーシャートンだね。あ、じゃあシャーシャーなんか。なんですか、ね、なんなトン。はい、ペーペーか。これで久人さんがこれいいシャンテンになった。なんだ、なんで、そうですね。ロスのくっつきと。このトンはさすがにね。もう打たないでしょうね。もう出ないでしょうね。これは、ここのトンも出なさそうですかね、先生も。もう、もう、もう、ありますね。引きますね。危なそうに見えるパイは全部抑える。となると、久人ですね、向かっていくのはね。ただ、ドラのね、汁もね、見えてないですからね。でも、なんとか打ちやすいんじゃないですかね。ペーポンですよね。ペーポン。ペーポンでシャー打ってるってことは、小数詞のあれがあれば、うん、種があれば、ね、残すでしょうからね。残すでしょうしね。なるほど。って思うので、あ、でも白打ったから、ちょっとね、はい、あ、でもいいシャンテンですよ。でも久人も、あ、これで、あ、これで2枚が入って、現状は本一の本一ですね。積もればテンパネのやつ、いや、しないですね。本一のみ。うん、日給の天敗です。日給の天敗が入りました。打つかな、これでも白。白は打たないんじゃないですかね。このな泣きで白数万入っても打たないでいいですよね。短期の待ちもあるだろうからね。かなりこれ白で上がられたら相当なダメージ。さあ、ただスッチソ自体はこの小島先生とあの金岡さんの、ね、あ、これ天敗ありましたよ。あ、いった、すげえ、行くんだ。さすが攻めだるま。攻めだるまだな。しかも親の子のサンフーロに。何ですかこれ。なんか全然迷いもせず行きましたよ。だからそれ太郎の仕掛けだからまだテンパってないまであると思ってるかもしれない。ああ、要するにまずそれが前提なの。そんな。で、だから鼻から彼の仕掛けを信用してないと思うんですよ。そこまでも見切った上での。いや、もちろん当たることもあるでしょうけど、あんまり踊らされたくない、だったら自分の手で勝負みたいな。すげえ、さあ、一数万、まあ、あと一発勝負っていうところもあると思いますよ。まあね、うん、もう当たるなら当たったみたいな。土数、はい、はちょっとかなり薄いです。ほんで2数万はどうなんですか。2数万はね、ここに2枚だね。2は2枚しか飛んでなくて、ギャッて感じですけどね。これ
は。他はどうでしょうか。金岡さんも持ってない。あ、今ここで引きましたね。金岡さんからは出ない。先生は4枚2枚、今がだから残ってる感じですね。今があと2枚ぐらいは。そうですね、七草も1枚ぐらい残ってるの。1枚残ってる。手の中に7枚つかれてるから1枚残ってる。あの太郎の仕掛けの中に1枚ありますからね、うん、あ、そうか、じゃあないんだ。ということは、まあ、いわゆる負けのないリーチですよね、うん。でもこれはね、なんそのまま、そうですね、想図必要となる位置に想図がね、あのあんまりパーソン球数を切れてるぐらい、あとまあナイターパイがあるか3層ぐらいですね、まあ、そのままスチーソーで押した方がいいでしょうね。が、まあない。スチーソーがない。ちょっと迷ってます。あ、そうか、ごめんなさい、泣いたのは嘘か。あ、嘘なの。嘘ですね、嘘パーソキューソですね、泣いたのは。しごろで注意してね。そうですね、まあある意味ちょっと嘘を切ってるまたぎ筋ではあります。だから何切って、あ、うん、まあ、しましやめちゃうかもしれないですね、なるほど、何でも行くわけではないんだね。うん、積もれないですね。これあと嘘もね、これ通るからね。そうですね。ああ、今ここに行きましたね。残りが1枚ですか。すごい流れてる。あ、そうっていうか、スーアームのイーシャンテンなんですけど、 あれ何気に、あ、何気にイーシャンテン、何気にイーシャンテンじゃないですかこれ。何ですかこの、もう10名ないですか、このステルス。すごいですね。3万は一応通ってないです、ね。確たら安全会がないんですね。ないんだ。何ですかこのツモも。まだ、あ、でももう1回しかないのかな。ツモは金岡さんのツモあるでしょうか。もう天杯までですね、ただね。さすがに、もし天だったら、まあでも西日本の決勝、西日本の勝ち上がりを決めた後の ねエキシビジョンで、いやいやいや、親の役満が、ね、出ますしね。不気味ですよね、本当に。金岡さん、この先生、これ手詰まりでしょうかね。あ、もうない。もう手詰まりなんだ。そうですね、やっぱり筋が多く抱えているだけあって、まあ、今、あ、リアンスを取ってですね、すみません、リッチリアンスを取った。あ、結局白が3枚、これで1人テンパイですね。テンパイ、でも下ろされた形だもんね、うん。まあ、だから久人がよく白を切ってね、うん、あれがやっぱりすごいですね、うん。ノータイムでもうビシッと、はい。これでトン2曲の親が流れて、トン3曲、金岡さんの親一本場で、リチボーも一本あります。ドラが3層、さあ注目の金子さんですね。ですね、この形は良さそうですね。いいんじゃないですか。はい、メンタンピン、まあ、ドラも絡められればというところですけど、先生は何に差しの形か。ひさともいいですね。面白い、面白い、面白い。やっぱりどうするんだろう。リベンジできてて、まあ、でもするか。トンから行ったね、でもね。そうですね。ひさとはまあかなり本一を意識する打ち手なので。こっちあの三色銅鉱の卵があるよ。ね、999に。狙いそうですね。狙いそうですね。金岡さんがでもやっぱりまとまってますね。金岡さんとまあひさと。先生はちょっと時間かかりそうですもんね、これ。あ、トンかぶった。これはちょっと痛いと思ってそうだ。うん、あのやっぱりあの久人も本一が相当好きだからね。このトンかぶりは思ってダメじゃんじゃないかな。そうですよね。
さあ、着々と内へ寄せていく、純ちゃんですね。そうですね、純ちゃんも純ちゃんかつ、まあ三色堂こう行くぐらいだったらいっそのこと珍楼と行きたいなぐらいの感じで思ってるかもしれないですよね。ああでもパスを切った切った後にキュース、あのチーズをと。お、一回切ったチーズは今戻しね、手元に置いたね。こうしましたね。こういうあれかな、引き戻しの牌が残すタイプなのかもしれないね。あ、そういうあれですか。なんか二刺しが見える。これドラが。そうですね、三層ドラです。さあ統一が増えてきましたね。統一が来ましたね。どうするか。三ピリア。あ、チューン。チューンを。お、おらこれでイーシャン、いやいや、まだリアンシャンって、ま、だね、スタンマーがない形、ポーカーフェイスが不気味ですよね。淡々としてますよ ね、 ね、本当こういう人って多分気配読みにくいですよ ね、 ね、うん、見てるよりやっぱ打ってる人の方が不気味じゃないですか ね、 うん、そうですね、うん、あの方ってフィャシャシャとか言うんですかね。いや、仕事とかもまあ残さない感じですね。プライベートで楽しいことだった時どんな反応するかちょっと、ちょっと見てみたい、見てみたいですね。ちょっとカメラが追ってほしいですよねこの後。それをね、この前優勝した時も淡々としてたもんね。そうですね、ちょっとニコ生で追ってもらいたいですね。このさあ統一が多い中チーピンアンコ、まあルーファーでしょうか ね、 ね、1枚切れルーファー1枚切れだから統一重ねのパイに生かしたいんですかね。ここを払います。 E1 にギャンワンと、おう、チューンはションパイなの。チューンは1枚出てます。あ、2枚出てます、うん、あ、じゃあ安全パイだな、はい。さあ久里もパイは重なってきますが、やっぱもう彼の中ではもうドラを、あー、あそこでペンさんワン残してればという感じですが、まあ、もう手決めにいってるね。そうですね、そうですね、ドラ引きも想定して、うん、ドラ引き想定した差し子か。そうですね、面単品3色、うん、ドラ1みたいな。これを4ゴロもありますが、4ゴロも見るんだ、また3ローピンも切ってるんですよね1回ね。多分また戻したと相手とのそのなんか間合いっていうんですかね、テンパイ気配とか、ね、でまだ大丈夫かなとかそういう感覚あるのかもしれないですよね。金岡コンピューター、さあ動いた、急速ポンコ、あら、これでこれで一応役なしのイーシャンと、あ、これでウーピン引きました、あ、これでウーピン引いた、シゴロ、サシゴロ、どっちでもどっちでもいけるわ、シゴロでもサシゴロでも、まあ、こっちでもウーピン引いてんだよ。そうですね、泣かれなくても引いてんだ、まあ、金岡さん、そうなるとローピン切りがちょっと痛い感じはあるんですけど、あ、この9はもうポン、あ、させない、止めましたね。経典から3色どこの形、あ、足ごろだ、足ごろだ、じゃあ3匹来てる位置か、あ、闇闇点ですね。9層高めはローソーがね、ローソーが3枚使いだから ね、 そうですね。ただ9層今ポンされてんじゃなかった、確か9層ポンか、9層ポンだね、あ、この9層持ってきた、あ、これはともらわないでしょうね、ピーフ3色ですね、これはロンですか、 5% ですね、親ね、これ位置だったら止まりますからね、さすがにしたと思ってから、5%ですね、はい、5%61% かな、三色、うん、ドラでも 5% ですしね、急速ポンされてなかったら行ったかもしれないね、リーチね。そうですね、うん、ただなんか渋いよね、渋いです ね、 あれ捨ててるローピン ね、 ね、引き戻してシゴロに仕上げてね。さあ金岡さん、親で連チャンをしてトップ目に立ちました。304、2番手が鈴木太郎267、3番手が、小島先生233で、佐々木里が196と、ドラがイーマンです。あ、厳しいね、これどうするんだろう、チャンタにするのか、そうですね、統一にするのかだね、久保もちょっとやりにくいってですね、足ごろを意識した位置じゃないですかね、あれ統一が多い形、うん、
まあ、ドラがイーマンですし、ね、いいとこ引いてますよ、引きましたよ、ペンさんは引いて、ね、金岡さんペース作りましたかね、で先生が一目アマチュア最強戦の後のエキシビジョンの時もまあね、あんな感じで点数を重ねたところからのスワンコでしたからね、もうダメ押しというかもう、ああいい感じだな、あなんかいいですよね、どんどん近づいてきますね、チリドイツを意識されるんですかね、これ先生ね、はい、そうだろうね、さあ、第一打ウーアンだったんだね、そうなんですよ、まあ、ドラがイーマンで、あでも今イーマン浮かす形にしたね、お仕掛けた、えこれは何ですか、本一まで見た、一応バックと本一の形じゃないですか、初のバックを、金子さんもウーマン離していきましたね、お一応ドラを使い切ったの、太郎の仕掛けはドラを使い切った形なんですが、あでもこれいいな、ストレッチを重ねたね、本当だ、そしてあれでもこれいいシャンテンですよ、いいシャンテンさん、イーペイ広告組の形すごいですね、すると先生ゴロチですかね、先生はちょっと厳しい形、ヒサトは、まあ、一歩前進、なんでしょうね、ウーマン切ったあたりはシゴロを見つつなんですけど、なんかパイが重なった時にちょっとチートイドラドラを見てまたシゴロに戻ったっていう感じに見えますけどね、ヒサトの貫老巣を入れましたよ、ゴロイーシャンテンです、一応浮かせてですね、これ浮かせ打ちですね、はい、チーンを1枚浮かせてゴロちゃん、つまり太郎の仕掛けが端含みですからね、マンズの 1-2-3 なんで、しかし金岡さんこれどこか入ってもリーチの構えでしょうね、これ関連杯は出てないもんね、三蔵も出てない、三蔵、ウーソー、ローソーといったところですよね、まあ、ウーピン、スーピンも今丸々いるし、さあチューンを仕掛けましたよ、さあこれでまだ切ってなかった一応あら天杯、いやいや、後継のいいシャンテン、後継のいいシャンテン、かなり後継のいいシャンテン、先生これ一気通貫も初がね、初も統一だよね、太郎は、そうですね、はいはいはい、初泣くとこうしての両目の形ですか、いやまだあれじゃないかな、あ、うんうん、そうですね、これでピンズを切ってて本一ですね、はい、リアンパーマン、しかし金岡さんがもう超十分系ですからね、そうですね、これリーチかかりそうですし、先生は一応ゴロチの感想が残してるから、いやもうマンズを抑えに行くんじゃないですか、うん、リュウがねもう切れないですからね、うん、さあ金岡さんに天杯が入るか、リュウこれ押すんじゃないですか、でもポーンはできないですよね、さすがに下、あ下下4頭立てでまだ天張ってない、いやこれで金子さんリーチ入った時のあれ、ただ白が1枚しか場に見えてないんで結構プレッシャーになりますね、かけにくいのか、あうう、ね、あ今引いたね、あなるほど、じゃあ一応こうそうした形にはあったんですかね、後継のねかなり後継のいいシャンテンでしたからね、金岡さん、あひさとこれでシゴロの形が、まあ、ドラのイーマンがただちょっとね打ちにくい、金岡さんから天杯の嘘を食い取って、うん、あでもするあららら、あパワー短期か、あり直しましたよですが、パワー短期ですが、あのね確かヒサトの手に統一なんだよね、これ間違い変わってもね、リーチ、あ天杯しましたよ、ヒサト、カウンソー、カウンカーこれはいかすごいな、ダルマですね、本当にリーターさん、ほとんどダルマですね、うん、このピンどう、意外といいんだよ、金岡さんが直前に切ったんですが、そして鈴木さんが逆に苦しくなりましたか、スッと打ちましたね、切りましたこの自分の目からスッソが3枚見えてるんで、あそうかそうか、はい、一応ワンチャンスではあります、ね、ただパーマンをね切らずに短期で、あれだって2、3、4、8にしても来た、ああ打つしかないでもねこれね、さすが攻めダルマ仕上げたね、よくシゴロにこれ、神茶でやりにくいはずなんですよ、あの、うん、マンズ屋の神茶でですけどね、あのイーマンをずっと置きながら、
さあこれで久渡がマンガンを決めて、面単三色のマンガンを決めて2番手に浮上、金岡さんとの差を2200まで縮めました。金岡さん304、久渡が282、小島先生が233の太郎が181。そして親番の先生ですが、あ、まあまあで、いやもう染めちゃうんじゃないですか。そうですよね、春と一つです。これはマンガン本一が久渡も悪くはないよ、悪くないですね。ピンズがドラ、あ、これ太郎が一番いい、一番いいじゃない、太郎が。みんないいですね。金岡さんは急所の感動はあります。あれ、いきなり何統一都市だよ、金岡さん。タイヤお肉ってことですね。すごいね、大樹だからもう何統一都市だよ。リーパイしてなかったから見落としたってことないと思うんですけどね。どうなんだ、まあ、確かにいらない、何がいらない手って言えばいらない手だな。もうこれは上の3色も見えますが、うん、切った、年落としだよね、ほら。へえ、すごいね。確かにいら、最終的には切っていく範囲になりそうだけどね、難はね。珍しい形ですよね。どうなんですか、ミスターとかする。ではないですよね。もう当然のように切っていきますからね。あちゃーとかやりそうもないですからね。もう全然ね。でもあれ、周り見たらちょっと変に。ちょっと見たいんですけどね。いきなり統一落としって結構気持ち悪いですよね、捨て牌的に。ねあ、これあ、これでもう太陽のいいシャン、あ、いや、バーカリアシャンテンでもチートでしたらいいでしょっていう感じはありましたけどね。どうなんですかね、その辺は。小島先生だとマンズが今着々と伸びてる感じ。タローガリアンメイク2つでいいシャンテンだね。あ、まあ、ただこれウーピン残しておくと数ピン3ピンの引きで3色がありますからね、差し子の3色。ドラがね、3ピンだしね。そうなんですよ。さあ着々と伸びる、あ、来てる。そろそろリーパイをお願いしたいところでありますが、あ、先生リーパイしてないね、はい、ね、若干、うん、していただけると、あ、テンパイ、これリーチでしょうね、これは、うん、ヤングワンでリーチでしょうね。さあ、シャーチャー鈴木太郎にリャンウーマンのリーチピンフ、リャンウーマン待ちでかかりました。これはペーですか。捨て牌がちょっと変則っぽい感じはするんですけどね。とりあえず現物、はい、ここに2枚ありますね。ちょっと白、でも金子さんの手には1枚もないから結構4枚来てるのか。あ、リャンマですか、うん、あ、ここに2枚、ごめんなさい、1枚あったんだね。そうすると3枚か、でも3枚無理にはもう先生は行かない形で、ヒサトが押し返す可能性が結構ありますよね、うん、早いリーチで。あ、止まった、あっさりですね、うん、これ裏が乗るか乗らないか。ビーズもピンフドラ、あ、乗りましたね。1326ですね、まあ、ラス目からあのいい上がりだったんじゃないですかね。さあ淡々とトンバが終了して、ね、終わりましたね、はい、トンバはもういろんな目で太郎が、ね、主役の場でしたね、はい、全部に絡んでましたね、まあ、暴れっぷりがなかなか、はいはいはい、これでただ誰も、3万手を超えた人がいなくなりました。まだまだ全然わからないですね、はい、金岡さん291、久渡269、鈴木太郎233で、小島先生207と全員が2万点台の攻防で難入。ドラが1万、親は、久渡ですね。さあその親番の久渡さんですが、初が統一で、これはうん、これもピンズが多い形ですね。ピンズ多めですね。ただ自敗の重なりがないからすんなりではなさそうです、うん、金岡さんはなんか一メンツありましたね。二メンツかな。お、これいいワンコになったね。そうですね。いや先生はストレートに攻めていくね、うん、ドラの7番の、お、仕掛けた、早いね。早い。で、もう一色手だね。早いですけど、遠いですね、自敗が。自敗がぶんだけバラバラで。本一で何シャンテンだよってぐらいですよね。さあ、久々。これでいい参考になったね。統一手が育つか。アリアンスは食い取った形になってるのか。じゃあ、この初は、あ、もう久々当然のにする。うん。1枚、まあ、自敗ですかね、多分チートイツ以上のものを狙っている可能性ありますけど、これで、あ、でもまだ出ないか、まだ当分出ないか、初は。そうだね、ギリギリまで引っ張られたらね、まあ、逆にその頃には久渡の手も育っている可能性もあるので、ぶつかり合いになる可能性も十分ありますね、う
生は達戦やっぱりね、あのカウピンの地位から入ってから吐く打ちにくいよね。ドラが7万ですから6万は残すとして、先生まだ切ってないですよね、うん、そうですね、はいはい、これで次は下 下のところ1、2、3、これでまだリアンシャンテンそうですね。金岡さんもただなんとか押していってたんですね。押してましたよ、はい、そうですよね。あこれでイーシャンテン、イーシャンテン3層に数層や、数層引きでもいいですし、ランスだったら単野にもう、移行できると。どうしますかね。そっか、その前にもうパス切ってるんですもんね。さあこれでパーワン、パーマン、これでイーシャンチートゥツにもなる、ね、メンツでもチートゥツでもパーソー2枚出てますからね。むしろチースローソチーソー引きのつもり3個、つもり3個か、もしくはもう一声って言っちゃうかもしれないです。あ、白ね、重ねこれで重ねたチーピンかローマンか。おあおおトラがねチーワンなんで、まだローマンね、ローマンはね打たないんでしょうけど、チーピンも打たなかったですね。さあこれドラ、ドラ、あもうあっさり、あっさりですね、もう完全に前向きですよね。ああこの感想入ってたのが先生的にはどうするだろう。ああ一応残しますね、タッツ残して、太郎の手も動かないまま、下とのポンテンな感じでリューハン持ってますからね。あこれテンパったけど待ち取りが迷うところだが、あ行きましたね。ソーズのねパーソン2丁、先生がパーソン2枚切ってるんで、うんまあ、その辺はちょっと急走が出やすいと。これテンパりましたが振り点なんですよね、スチソウ。そして逆に言えば一発もだったと。あ本当だ、あそうですね、そうですね。でチーピンは、まあ、ピンズノが9ピン、リャンピンっていうぐらいのところで、あ3万、この3万落とすと次リャンマンもちょっと落としやすいってことですかね。まあちょっと振り手んじゃなきゃね、チーピン切って追っかけるっていう。あ金子さんアマチュアにどう、急走が切れてない、急走は心配、はい、お急走場に出てないです。嘘も出てないですね。嘘はまあ先生に心配、ここにもないですよね、はい。さチーピンもヒサともちょっと打ちづらいじゃないですか。ピンズはリアンピンしか取ってない、はい、でもゲームズはリアンピン。おチュン重ねてきた、重なってまだじわじわと、まだリアンシャンテンですね。おお来てました、あらさあ貫禄ピンか、貫禄ピンで闇闇点ですね。今、まあ、3ピンが通った、これヒサともねリーチがなければというところなんですけど ね、 あね、さあイーシャンテンになった。さあただピランピンはもう3枚場に出ているので苦しいのは苦しいですよね。でローピンを切ると先生に当たりですし、うん、両面変化、これリーチいくんじゃないですか。リーチかな、勝負かな、9ピン現物ですが、ここまで点数考えると、うんね、ピン切りリーチがありそうですが、さらに回るのかな、じゃあ E1 トヨタ落としでどうでしょうかね。ドラも切ってるリーチですしね、はい、やっぱいきますね、先行で、はい、おかけしましたね、はい、ごめんなさい、リーチ白6球ピンです。金岡さんがドラを捨ててる、まあ、リーチでもありますし、どうなんですかね、そこら辺は勝負になるかもと思ったのかもしれません。これテンパッターが6球ピンの一発ですよ。これは押せるのか、9ピン現物ですが、これいっちゃうかな、ウーピン切りリーチだから両ピンは取れるかもと思えば、あ、いったそうですね、うん、おじゃあ先生リーチのタイミング良かったんだな。そうですね、リーチ一発白裏裏裏裏来ましたか、おお裏裏来ました、はい、見せる麻雀、もうだからよくね振り点のところを我慢して残したというか、そうだ、ね、切っちゃいそうじゃないですか、あれカウンソ嫌った瞬間に嘘を引いたら。金岡さんもね、あの狙いよくて急走生きてんだよね。そうですね、で太郎はねリャンピン3枚見えてるんですけど、先生がウーピン切りリーチじゃないですか、うん、でもしかしたら4枚目のリャンピンとかヒサとか拾えるかもなっていうちょっと考えたと思います。そういうことか、多分考えたと思います、だから勝負いったんですよ。さあこの上がりで先生がトップに
なりましたね。297トップです。金岡さんが1600差で追っかけてます。281、久人が269です。団子ですよね。いやもうだってまだ全然わからない、ね、太郎だって目があるもん。太郎親番ですからね、うん、今153ですけど、はい、ドラがローピンで、ローピンその2枚ありますね。ペーチャですよ ね、そしてペーチャ、ね、これは食い仕掛けも仕掛けていくでしょうね。太郎はこれ純ちゃん、純ちゃん3色、トイツも、ね、トイツも多いですからね。金岡さんもまあまあいい形。先生は初統一。さあどうするんだ。これでもうメンツは十分って感じだね。そうですね。おメンツができまし た、 ましたよ。着々と差し子の可能性もあるんですかね。あでも久人の手も伸びてきた。来ましたね。もうリアンシャンですね。あとはペイがいつ出るかという。そうですよね。このタイミングで出たらどうでしょう。いや仕掛けるでしょう。仕掛けできますかね。どうだったらノータイムで仕掛けるんですかね。さあ悩んでますねこれ。どうこれは何ですかね。統一ってみるかメンツってみるか。あ で、 も、ね、でもこれでいいと思いますけどね、はい、ドラがね、いいチーピンを引きましたよ。ここ金子さんも急所のチーピン。ああ早い、大きいですねこれね。早い、これでペーポンのドラドラ、うん、あでもねイースをアングラれちゃったね。あらただあそうですね、チもいいシャンテン3個含みですね、金岡さんは1通が見られるか。あ差し子ですよ。もう差し子だね。まあパーピンですかね。パーピンだろうね。ドラがローピンなんだけどね、うん、パーピンでしょう。パーピンをさあみんなの手がいい感じになってきた、うん、イーシャンテンだがこれはまあパーピー落としますかね、うん、これでさらに広いね。これですもんね。純ちゃんまでいけるんじゃない。だから今のパーソビキでいけない。ドラリャンマンが統一なのでちょっと難しいかなっていうところあるんですけど、ああ、まあ、むしろ両面の即リーチがありそうですね。あーイーソーがもうないですかね、ここに来てしまうと。ああイースソーも苦しいんですね。イーソーはないね。イーソーが今もう、さあつもりさん5かテンパイですよ。つもりさんもちょっとあらチーソーとリャンマン、ね、間には出てないですね、うん、チーソーリャンマンがつもりさんこね、あれ手になければ丸山、丸山さんないですよ今は。2人の感じは先生は回りますかね。全部生きてんだすごいな。そうですね全域ですね、うん、全域だね。3本なのに全域、全域だ。カンダ、これはまさかの展開。すごいよ。さっきなんか見ましたよ、なんかこういう。これカンドラなんですか。カンドラ。カンドラチームです。あ危ない危ない危ないって言っちゃいけないのか。そう惜しい惜しい。まさかの展開。あそしてペー。ペーこれはポンじゃないですか。取った。ペーポンポンですね。ペーポンしてイスソ。イスソだが薄い。うんイスはない。さあどうだ。ローピンですよドラの。ああそっか。さすがに動かないのか、久人は。ね、ポンすれば漫画だけどね。漫画ですからね。うん、まあでもさすがに、老僧も取ってるわけじゃないから。まだ生きてるよね、チーソー。どこも行ってないよね、リャンワンも。ドラのチーマン、うん、いや。全部残ってますね。裏ドラ2枚あるからね。そうなんですね。つもり三国屋乗ったら怖いんですよ。いやだけどもうこれ久人も止まらないですからね。2人で歌う。あ止まった。あこれは分からないぞ。これはさあ今のとこ漫画だけどさ、裏ドラ次第どうだ。裏ドラ乗らずですね。急走とパーマン、はい、でも4000オールです。これでいよいよなんとラス目から一気に太郎が抜けましたね。トップ目に立ちました。すげえなあ。南2局一本場ですかね。273でトップです。あ、はい、273で太郎がトップ、2番手が先生で257、金岡さんが241、久人が229です。何ですかこの団子状態。もう大接戦ですね、うん、逆にこうなるともうこれからの
そうだね、一曲一曲大事だね、はい、本当にもうこれは手に汗握る展開になりそうですね。あ、太郎のハイパイがいい、あ、いいですね。バンズが2メンツ、ドラメンツも決まってます。あれ、もう1メンツ、いや、だから空想切ってもいいぐらいですけど、いいシャンテンだね、うん、あ、いいシャンテンですね、ま、ね、ペンチーソクドラ3品です、はい、あ、ドラメンツもあるんだ。そうなんですよ、あ、いい、ね、これはだいぶいい。そして先生もう悪くないんですけどね、うん、スタートはちょっと苦しいね、ちょっと遠い感じ、うん、でも何がドラですよ。あら、どう、ただ、さあ、これをどうなんですかね、パーソル9層払ってるんですかね、うん、ドラを引けばピンフドラさんっていきなり、うん、まあ、でも両ピン数ピンでも全然問題ない形ですからね。お、仕掛けた、え、何を仕掛けた、え、か、金岡さんが、え、金岡さん仕掛けたの？金岡さんが白を仕掛けた。へ、うん、あ、なんか仕掛けそうにないイメージがあったんだけど。そうです ね、あんまり動かないイメージがあったんです。ちょっとあれかな、んか匂いを感じたのかな。あ、ちょっとあの太郎の、うん、ね、危なそうな、危険な、ね、まあ、早そうな感じですもんね、背早見。そうだよね、この手だからあんま仕掛けなくてもね。ドラなしのこの形で。やるのは珍しいよ、ね、ということは逆に何か察知したんでしょうね。でしょうね。逆に佐藤の手が良くなっていく、うん、その切るまでの感じとか。さあ、これでいいシャンテン手ですね。十分形ですね。ただ両ピンは薄いんですよ。ああ、そっか、関連ピンは、うん、そうなんですよ、ドラ表に1枚と先生がもうすでに1枚切っているので、うん、短期みたいなもんですから、まあ、じゃあ椅子ピンか。そうですね、うん、でもここに3枚だね、椅子ピン。どうですかね、6球ピン引いたらシャンポンでリッチ打ちそうですけどね。シャンポンで打つの、うん、あ、両ピン引いた、4枚目のすごい、いいペコ、ドラドラ、短期待ち、パーピン短期、これは強いですね、うん、すごいね、あっさり引いたね、ラスハイ両ピン、これはダマで現状持ち、チッチやるという、まあ、あとはマンズにくっつくか、うん、あの自敗1枚目は自敗でいいかみたいな、ね、うん、狙える形になりましたね。さあ、これでまあ、これでもテンパイ、あ、まだイシャンテン、ちゃんとなしのイシャンテンですね。金岡さんも、でも誰もパーピン持ってないよね。パーピンは、パーピン山にまた丸い木、パーピンしかも余るんですよ、これね、すぐ出るんじゃないですか、うん、これみんないらない手なんで、パーピンで待ち替え、あ、これサブロッキュー1だ、サブロッキュー1で、あ、闇テン、闇ですか、あ、これでもテンパイ危ない、あ、サーブ危ない、でもこの3は危ない、3は危ないですね、ピフイペコドラドラの高め、あ、これ先生もどうですか、先生も3は危ない危ない、3、5、7危ない、まだ大丈夫大丈夫、でもドロチがあるから3万はちょっと浮きそうなんですよね、あれ動きましたよ、動いた、イーシャンテン、リャンウピンとスチソーロケソー、ちょっとざわめきが、ああ、ちょっと、さあ、どうだ、これ間近でウッパーマンにすれば2人が助かるんですけど、そうなんですよ、サンメンちゃん、サンメンちゃんリーチしようかどうかぐらいしか、この3ワンが出るタイミングが危ない、サイボーグからの、あ、ちょっと今若干悔しそうな、あ、ね、あの 手が、ね、手の感じが悔しい感じが、ピンフ一平子ドラドラで人間味の、ちょっと垣間見れた、そうですね、瞬間が見れましたよ、今できれば顔を見たいところですね、金岡さんの、あ、でもやっぱり淡々としてますね、淡々としてます、金岡さんまだ親ありますしね、まあ惜しくも間に合わずという感じです。あの4枚目のリャンピン引きがすごかったですよ、うん、あの太郎プロね、椅子ピンになるのかね、そういう、ね、そうなんですよね、もしかしシャンポンリーチかなみたいなこと言ってたのに、そして、太郎の親番続きます。ドラが6万、現在396でトップ目です。2番手が、小島先生257、3番手が佐々木久人229で、金岡さんが118と、あ、これもなかなか一通みたいな感じですかね、太郎いいですよね、金岡さんただ一色でも狙えそう、ね、狙えそうな、はい、先生おピンが伸びてきたね、うん、3、5からチンスか、ま、いいじゃないですか、ね、メンチン応援団がここにはたくさんみんな応援しますよねメンチンはね、ちょっとまさかの復活があるのか、どうだ引いてくれるか、あ、でも数万個もあるかもしれないですね、だからそうだね、それも見てるかもしれないね、
位相が今一枚切れなんで、うん、もう一枚切れたら鎮逸にっていうところかもしれないですね、うん、まあ、あと親もありますからね、そんなに無理することはないんだよね、激しく狙うということはないかもしれないです、うん、さあこれで両面系がまたできた、どうするんだろう、ドラがローアンだからね、チーマンはもうちょい引きつけたい、はい、引きつう感もある、一通にはなんかこだわらなさそうなね、普通はちょっと見切った形ですかね、あ、さあこれいくでしょうね、この 3P、まあ、もう磯から行きましたね、磯から、はい、だからこの匂いを消しに行ってますね、なるほど、磯から打つと本当にあの鎮逸の色がね、うん、気配が消えますからね、あのこの捨て牌で磯取る投手だともう単品系とみんな見えますから ね、 そうですね、消臭をしてる、うん、すごい消臭してます、さあこれでドラが6万ですか、7万ちょっと切りづらい、ね、そうやっぱり引っ張りたいね、ちょっと統一でも見た、動いた、あ動きましたね、スーピン動いた、これリャンウピンもいいですよね、あ6球ピンリャンウピン、何流れた、ウーピンが今つもぎられました、ね、あウーピン流れたの、ーウーピンがいっちゃったのは痛いですかね、どうですかね、いったのか、お仕掛け返した、これで、あでもポンしたか、あチーだね、チーですね、うん、チーでね、これでリャン、ん何待ち、まだくっつきじゃないですか、ね、まあ、くっつき天敗か、はい、今まだ流派が1枚浮いてるでしょ、これキューピンポンですよ、ポンですよ、キューピン、これでポンでリャンウピン、鎮逸天敗、こう一気に一気に、しかもこのリャンウピンっていいんじゃないですかね、結構スーピンポンしてるしね、はあ、1枚ここで使われた、リャンピンあと1枚か、あでもウーピン2枚切られてるんですね、スーピンポンが頼り、あー久々といいピンこれ打てるだろうか、うーん、あもうウーピンも2枚残ってるんですね、ウーピン2枚のリャンピン1枚残ってるので3枚あるんだ、はい、さあ太郎はこれはまあさすがに統一手に向かった方がいいのかな、ピンズ来たらちょっともうギブアップみたいな手ですもん ね、 うん、 そ、 うですね、そのためにもチートイツの方にね、そうですね、言っておくっていうのはあるよね、いやさすがの久々ともちょっといいピンは打ちづらいですよね、うん、3フーロしてるところ7万を打つか、この何は心配なんで、何は、ね、ええ、場には1枚ですね、うん、ただダブナンに当たるパイですからね、うん、金岡さんのでピンも余りました、これで先生がいいシャンテンですね、いやこれ久々つらい、もう字も打てないしマンズスキルしかないですよ ね、 何はやっぱりダブナンです、まあ、ペイは打てるのか、ペイは打てるけど、まあ、落としていったんですね、回しました、うん、もうちょっとさすがにね、うん、うん、そうかトンが出てます、あこれ一応イーシャンテンには構えられるですね、ウーマンキーか、が打てる、まあ、ウーアンでもいい、ナンは、ね、うん、はちょっと打てないと思うんですよね、このそしたら、ね、ナンも点数から考えても、例えば統一系というかね、うん、トップ目ですしね、ダブナンで打つとやっぱりさっきの1万2000円3分の2ほど返しちゃいますからね、うん、ウーピンこれでリアウーピンちょっと1枚減りました、残り2枚、はい、まあ、久里もちょっとさすがにここはそうですね、本当はでも久里親がないんで行きたいはずなんですよね、うん、点差のことを考えるとそうですね、うん、そうなんですよ、久里と1万6000円弱の差があるので、うん、どうしますか、うん、あこれで、まあ、もうこれで、ね、うん、もう一人旅になりましたね、うん、金岡さんと山との勝負、さあ積もるかどうか、そうですね、流局になるかというところですかね、リャンピンがねあと1枚のリャンピンとウーピン1枚ずつですかね、で金子さんが積もるとまた混戦になってくるのかな、まあ、太郎がおやかみさん3、5、6になるのでみんながだいたい羽満ぐらいの圏内に入るんでしょうかね、うん、羽満でもちょっと厳しいかもしれないですけど、まあでも直
直撃がない以上は。あれ一応いい、あれ天パありましたよ、これ。ただ何と、なんと3ピンってちょっと寒いですね。いやー、取らないと思うな。ここはさすがにトップ目。ここで、あ、やはり。ノーテンバップのために頑張るほどではないんですね。自分だったらテンパしないことあるけど、人はテンパしてるだろうと思ってるかもしれないですからね。タロマの場合は。まあ、チーピンを打てますけど、まあ、まあ、あとせいぜいチート1テンパイぐらいになればいいかっていうぐらいですよ。ここにウーピンで残りあとリャンピンだけ、1枚ですね、うん、そうですね。それ引けたらね、大したもんだね、うん、もうこうなると引けたらまだまだ分かんないですね。背底もありますよ、金子さん。あとツモ2回。ああ、背底あんの？背底で跳ねまですよ。あら、ほんそうだ、ラスハイ、最後のハイ、ね、最後のハイ引けば、うん、全然わからないですよ、そうなったら。さあ、あと2枚。本当だ、ハイテンいるかこのリャンピン。あれ、また一緒だ。まあ取らない、行かない。さあ、ハイテンいるか、いるか、リャンピンいるか。うん、イズ残念、一人テンパイでしたね、金岡さんの、一人テンパイでした。まあ太郎プロにとってはここからあと2局をね、どうやって戦うか、トップ目で。そうですね、はい、ではまずこの金岡さんの親番ですね、はい、金岡さん今ラス目で148ですから、まあそうですね、まあ多少は高い手作りはしなきゃいけないんですけど、まずはまあ連チャンですからね。太郎はそれをさせないことでオーラスの一局勝負に持ち込みたいと。うわー、でもちょっとこれは厳しいですね。ドラが言いそうです。何三局の三本場。あ、まあ、先生は悪くはない、はい、さあ久里は、久里もこれどのくらいの点数なのかな。久里と1万7000点ぐらい。そうですね、久里太郎は、太郎が386。あ、でも太郎もいいね、久里が219ですから、うん、そうですね、1万6、まあ満貫直撃ハネマンツモぐらいの点差はありますね。金子さんなんかね、まだ彼本来の魅力を発揮してないような気がするんで。あの 5% の上がりなんかはね、結構こそ、ね、うまくね、サーブ級ですね、はい、仕掛けてきましたよ、はい、さあもう連チャン、まあ、まず連チャン、とにかくね、行こうということですかね。でもこれ意外と早いかもしれないですよ、うん、イーマンとかシャーとか泣けるパイがあるんで。あ、これでもいいの、これはパソチーですよ、パソチー。はい、これでただまだ苦しい、まあ、そうですよ、うん、まだ連シャン点ですけどね、うん、でもシャーポンできるかもしれないしみたいな。いやというかね、シャーはね、泣けるあるいは上がり牌になれる可能性があるからね、うん、そうなんですよ。これで必殺はどうでしょう、リャンマンですかね。そうですね、ただ太郎の手も形がいい、うん、いいね、うん、さあこれでいいシャン点だ。イーマンが1枚切れてるんで、まあ、それが出てくるか。あとシャアはね、シャアはだってね、まだ誰の手にもないからね、ないんですよ。でまあそんなに例えばバカ高い仕掛けでもないでしょうから、まあね、みんなねそんなに警戒しない。そうだね、そうですね、このシャアぐらい明らかに、うん、あ、テンパー待ちてるか、まあ、シャンポンだね、まあ、シャアね、うん、シャア期待のシャンポン待ち。さあ仕上がりましたあのハイパイが、うん、ま、そうです ね、 ね、そういえば安いとはいえハイパイ見た時にね、ちょっとね、これは苦しいなと思ったんですけどね。さあ久里これしごろにしたい、うん、点数的にしごろにしたいです。さあヒュッと上がっちゃったしね、これちゃんと余るから入れ替えですかね。あ、入れ替え、いいピン引けばちゃんとにもなるという。さあただ親のね、人の手が仕掛けてから着々と手出しが重なってるんで、うん、もうそろそろ深いね、深いですね。久里が差し越しごろの形で追いつくのか、逆に言うとシャー止まらないですけどね、もう2人から、ね、太郎とかの手でも止まんないと思うんですよね。ただドラが見えてないからわからないですけど、うんうん、
下の手は良かったんだけど。そうですね、全然動かないね、うん、さあ小島先生も着々と手を進めたいのですが、みんなのツモがねちょっと空振ってる感じですね。そうですね、そうなんですよ。さあこれで連チャンできるかどうか、だからみんながツモ切りしてるとこうまったり感が出てきちゃうんだよね。そうなんですよね、うん、一応両方取れます、ね、しごしごしごろ、うん、さあ一手前進ですが、これでいいシャンテン、まあ、チーソーが打てるかどうかですよね。打った、きましたね、いい、ね、シャンテン、なかなか積もれず、シャーと言います、シャーが本当に深いです、うん、山に深い、うん、ねえ、まあ親が維持できればね、あのむしろ上がり点より高いまであるのでノーテンポアップが、うん、そうですね、分かんないですけど、金子さんの立場で言うとね、このシャーがここまで出ないとこれ遠い面が持ってんじゃないかとかね、なんかそう思いますよね、立体的な捨て牌見るとね、そんなにだって絞る牌ではないからね、そうなんですよ、うん、まあカンチャンに受けてればということですけど、うん、さあこれドラですね、一気通貫、ね、見えましたね、でまあまず普通ならば勝負に行くよっていうところですね、うん、一応スーピンは通ってるパイでそっちから先に切りました。いやいや本当に深いね、シャー、さあローピンも大丈夫そう、まあ金子さんマークですからね、完全に9万、ちょっと打ちづらいかもしれないですね、金岡さんの仕掛けに対して、はい、太郎もスチーピンサブロスをスッと入ればいいですけど、ここどうしますかね、3万も4万も打てます、あの金岡さん現物ですから、うん、単野の食い仕掛け考えると3万、ね、単野を考えるのか、さあ兆候に入りました、そうですね、スチーピンサブロスの食い仕掛け考えるとここで3万を打っといて泣いて9万っていう手が、うん、9万が打てる方なんですよね、久田も嫌がってる9万でしたからね、うん、なんかあの辺ちょっと触りづらいんでしょうね、捨て牌を見ると確かにマンズの上が全く通ってないですね、そうなんですよね、でそうするぐらいだったらいっそピンズ払っちゃおうかなとか、うん、まあ、これは通ってる牌を打つ、うん、それにしても深い深い、あ、それもシャンテン崩しましたね、マンズの上打ちにくいからね、うん、もう一回チーピン、いいし、じゃなくてもレアシャンテン、そうですね、テンパイは、おー、テンパした、いや、してないです、してない、頭がないですよね、頭がないですね、この6球は、うん、3万を打って、うん、そうですね、ソーズとピンズのジャントが、はいはい、まあ、メンツができて、テンパイできるかっていう、シャーはどこにいるんだ、これドラですね、おなんかソーズが、あら復活があるんでしょうか、ドラ、あ、これはもう打てないでしょ、ギブアップですね、うん、これでもうなんかツモの感じも良くないですね、うん、もうこれであの手こずっちゃいましたから、もうこれでいいでしょうと、あら急走が打てますかね、でチーマン引けばイーペーコみたいな、あ、あ、シャーここに来ました、やっと来ましたね、まあ、もうさすがにもう出ないですよね、もう手締めのションパイですからね、さすがに出ない、あ、チーピン来るの遅いよって感じですけど ね、 そうですね、でこうやってこれ上がらない方がいいのかな、うん、まあ、先生がねひょっこり振り点引き戻したりすると、まあ、1500で変わらないってことにしますけど、テンパイ賞のこのままね一人テンパイだったら、ね、そうですね、一人転廃の方が大きい、ていうかまあ転廃の速さもさることながら、うん、周りの手が全く動かなかったのがちょっとびっくりしましたね、太郎なんかパッとピン押し上げちゃうことも、ね、ね、まさかのここまで、もう3万来てさすがに諦めますかね、ウーソーでもまあいいですけど、一応ローピンちょっと粘りみたいな、うん、さあもういよいよ残り少ない、
金岡さんはもうつもないですね。シャアは結局もう一枚山の中と。そういうことになりますかね。今もですかね。今もそうだね。今も来て。はい。というわけで、入局で、そうです、金岡さんの一人転敗、178まで来ましたから、タロットの点差がもう2万点切りましたからね、はい、4000オールっていうのが現実的に、そうですね、4000オールで一気に積み寄るっていう、だからまだ全然、はい、ここで業務連絡です、はい、ちょっと私の暴行が限界を迎えましたので、はい、ここでカネポンをお呼びしたいと思います。はい、分かりました。カネポン、ピンチ実況で。いやもう本当ね、朝からずっとですもんね、はい、そうですよ、もうちょっとね、さすがに暴行がもうこの、はい、じゃこの緊迫した、ナース3局一本場、カネポンの実況ですんで、よろしくお願いします、はい、お願いします、よろしくお願いします、拍手がないですね、ありがとうございます。ラス前、どうですか、見ててここまで。いやー、太郎さんすごいですね、場を支配してますね。支配、はい、もうあ、金岡さんの手いいね、でもね、うん、ドラがウーピン、久藤いい1万、これ3色じゃないですか。あ、789ありますね。太郎はこのチームだ、ね、ドラです、ね、ドラになりました。あ、でも今も、あ、でもいいね、太郎、はい、この、あ、金岡さんでもこれで合計になってきましたね。もう7チキ向けてね、カネポン NC なので喋ってください。 NC なくていいですよ。あ、これドラ引きましたよ。これ4枚目のドラだよ。さあどうですか、カネポン、これ見てて。金岡さん、金岡さん僕と同居出身なんですよ。あ、広島の人だ、ですよね、はいはいはい、じゃあここはやっぱりぜひ頑張ってほしいなと、うん、今日もね、会場でね、あの金岡さんが勝ったね、あのオープンリーチっていう雀荘の方がね、来られてるっぽいんですよね。あ、そのお店の方が、お店の T シャツを着てる方がいらっしゃいました。オープンリーチで手を挙げていただきますね。 ありがとうございます。じゃあほら、広島弁で応援してあげない、はい、なんていうのかな、頑張れジャケンノーとか言うんですか。そう、ジャケンノーってね、金岡強えけんなって言ってますね。広島ではこれちょっとでも、いや、いいっすよね、これやっぱり単用含みだし、うん、数話の変化あるからね。そうですよね、これはもうあれかな。ただスッとテンパイが入って、あ、これ3色確定ですよ。きたきた、あとくっつき、うん、だからジャントがローアンか、7万切って、まあ、数ピン引き、ローピン引き待ちたいと思いますよね、うん、だけどまあまあ三蔵嘘でもいいってことだよな、うん、これね、6球満引いた時にいきなりリーチ打つ、金子さんでもこの状況だと打つんじゃない。ですよ、ね、親の強みで打つと思うけどな。打って抑えたいですからね、うん。あとは太郎はね、旬が出てこないんです。これもね、山に深いんだよね、この旬がね。久里のね、3色の方が、うん、あ、これで3面ちゃん、うん、え、いっちゃうの、もう早いですね、もういっちゃうの。大丈夫、この2人でやろう、この曲で。さあ、この曲認めててからか、はい、まさかの。さあ、小島先生、あのチートイズのイシャンテンです。あと、これで貫禄ピン、どうすんだろう、この貫禄ピン、リーチ打つんじゃないですか。打ちそうですね、打ちそうですね、打った、うん、打った、貫禄ピン、リーチ3色ドラ貫禄ピン、満貫リーチです。で、積もれば裏1枚でね、羽もあったからね。しかもローピンいいんじゃなかったかな。ローピンいいの、金子さんが持ってるけど、ね、1枚切ってるで、金子さん。あ、じゃあ2枚入れ、あ、やばい、先生、統一だ、ローピンがない、うわ、うん、これは厳しい。うー、まあ待てない、待てないと思いますよ、だけど。さあ、チューン番号になった。これで一通ドラドラチューンのイージャンテン。そうですね、金岡さんもサブロック9番あるいは数層、あ、ごめんなさい、3層数万でもう全部押すだろうね、押しますから ね、後がないですから、うん、今のところ久里は空点、先生はラスオヤを待って、うん、ここは無理しないよね、うわ、一発つまんだ、これはちょっと痛いですね。痛い、こういうつむの後先嫌だよね。そうですね、ね、まあ、でも久里さんは後悔してないと思います。そうですよね。いや、だってそれかっこいい男です。なんか俺の腹話術みたいな感じになってるけど、一国道の人間みたいになってるけど。
まあ、実際ね、あの上に変化してもドラが出ていっちゃうんで、ミューツの裏目ってあの下の変化だけなんですよね、うん、ウーピンにスーピンくっついて3ピン引くっていう。だったらね、感動しょうがないんですよね、うん、やっぱ久田さんの打ち方はかっこいい。そこで落ち目ですか。退場シーン。しかし金子さんテンポ入んないね。テンポ入んないですね。まあさすがにサブロキューマンもね、引かないね、引けないパイではないと思うのですが、ここからあの、ね、4人のパイを見る限りにおいては、ただ頭を取るにはね、もう連チャンしないといけないから。そう、ね、ここで2枚ですよね。お、仕掛けた、テッテンパイ、ね、あ、じゃなくてチュンドロドロ、リャングワン、リャングワンですけど、この金岡さんが例えば酸素とか、あ、ちょっとウーアンちゃうね、スーマンとか引くと危ないんですけど、先生もチートイツのイーシャンテに復活、リャーマンもそんなにいっぱいあるわけではないので、久とのリーチにどこまで押せるかですけどね、太郎はね、リャンソーはまあその筋、まだいるよね。まだいます、まだいます、まだいますが、先生のところに2枚ある、いやだけ、ほんと電波らないですね。先生のところは4枚ブロックしてるんだよね。あ、でもサブローキューマンもちょっと徐々になくなってきた。はい、とはいえ9万がまだ2枚ぐらい生きてると思うんです。あ、1枚か、9万、あ、止まった、あ、これは、あ、これ大きいね、これ大きい、これは金岡さんにとってこれはちょっとかなり厳しい上がりとなってしまいました。チュンドラドラ、チュンドラドラ、千二千です。これはでかい、はい、さあオラス、今トップが、太郎四三五です。四三五か、はい、二番手が小島先生で224ですから、2万点以上あります。まあセットがの条件はもうバイマンツムでも届かない、届かないですね、ハネマン直撃か3倍マンかというところですね。さあオラス、ドラがスーピン、ここから3倍マンって何に想像するんですかね。あ、太郎は白が、あ、この白がなければね、そうですね、うん、先生のところに白が、ね、ポツンとあれば、まあ、他の人はちょっと打ちづらいところでは自敗ですけど、あ、これ白あるんですよね、これがいつ出るか。しかも先生形自体が悪いですからね。そうですね、うん、久渡はまあ6チッパーとかをして、6チッパーとね、あれか、例えば流局して連チャンしてとかそういうことかな、うん、一応羽直の可能性だけ作ってっていうところじゃないですかね。連チューン入れましたよ先生ですね。金岡さんも3倍マンクラスの手作りですからね。3倍マンとは実は難しい、役満ですよね、役満ね、はい、しかないよね。さあ白で太郎が動きました。形いいよね、でもね、太郎もね、そうですね、あ、でも徐々に徐々に、はい、さあとももうあとは太郎にいっぱいも泣かせないとか封じ込めるしかないですよね。 はい、そのうち展望を削れていった時に条件が例えば倍満になり跳ね満になりっていうちょっと軽くなるかもしれないんで、でもこれでイーシャンテンですね。わあ、そうですね、はい、まあ形は悪いですけどね。そうですね、ただまあ、まあ、もう親番で仕掛けてますかと。そうなんですね、もう言ってられないですもんね。太郎イーシャンテン、太郎広い形のイーシャンテンですね。リャンピンパーソンポンで、まあもう来た、来た、先生来た。さあこれはもう止めるしかないですよ ね、 普段だったらEピン切るとこなんでしょうけど、それでも切るのか、Eピン切るんだ、やっぱり、やっぱ小島武雄なんだ、やっぱり足止めにはいかない、見せる麻雀、小島プロかっこいいっす。あ、ちょっとさあ黙ってこれでスーピン引きれるか、リャンマンスーマンのEピン、ね、ね、ピンのEピンのリーチですね。
二差しもありますが、まあ、いやいやそうですね、かっこいいですよね。無理か、二差しも無理ですね、うん、やっぱり、ドラ引きかイペコだね。その間ローワン引いてきたら面白いことになるかもしれないね。あ、一通の形もできてってことですね、うんうん、ローソー、まあ、少しでも端に散らしておきたいってことですね、うん、今の一手は。さあどうだ先生。うん、うん、まあ微妙、ここら辺の二巡がね嫌なんですけどね、うん、次天杯がもし復活したら形悪くてもいっちゃうかもしれないですね。これ小島プロからリーチが来たら、はい、太郎さんはどうするんですか。降りるんじゃないかな。やめるでしょうね。あ、これ小島リーチだ。あ、うん、一番だ。いやー、これ太郎さん小山直撃すると一発アウトなんですよ。例えば面ピン一発裏でもアウトになるんで、うん、あのラスオヤ上がりトップであるんで、これ絶対いかないと思います。現物豊富だからね、パーソンも現物でしょ、うん、はい、さあそのあでもどうかな、テンパってたら行くかもしれないっていうぐらいかな。腹くぐって6000オールだと変わっちゃうしっていう思えば行くかもしれないですよね、うん、どうだろう、確かに言われてみればそうだ。あースワン来た、行くのか。ファーストは現物、あだからペンチイーソー引いたらどうするかだね。うん、そうですよね。チキピン引いたら多分もしかしたらのテクだろうから。さすがにな、直撃条件があるから行かないとは思うんですが、でもなんかあの巣は右に置いてるんで、ちょっとね、もうもし入ったら行こうみたいな意思表示のように見受けられますね。太郎さんは行くんじゃないかなっていう、ちょっとカネポンだまと思います。じゃあむしろテンパイ入れてほしいですね。多分行くと思います。順目にもよるでしょうけどね、もうド10番で手入ったテンパイだと行かないと思うけど、はい、あーやりましたね。あここだとあれだね、先生が引けるかどうかだね。そうですね、ですね、もうちょっと薄いかな。イーマンがね、場に1枚イスマンでイーマンが場に1枚出てるだけですからね。金岡さんとこにイーワンがね、イーワンが急走を押しちゃう、手が、あ、手詰まっちゃったの。まあそれでも急走でしょうね。パーソーのパーソーがでも4枚見えてる、4枚切れてますね。急走だ、急走1枚ガレ、さすがに、あ、なんか数層通りやすい理由でもあるのか、やっぱ急走ですよね。ん、さあどうだ、あ、ちょっとかっこいい、かっこいいよ。さあこれ裏が乗るか、早かったよ今、裏裏来た、6000オール先生来た、会場からも大拍手。さあこれで並びましたか、並んだのかな、これで。そうです、5000点差、見事ですね、ですね、現在、鈴木太郎が398、小島先生が343で4500差。いや本当あれだね、打ってたら小山直だったんだね、打ってたらアウトだったんですよ、4万打ってたら裏でアウト。もうね、あ、面白い、逆に鈴木さん的には助かったかもしれないですね。うっかり天杯が入ると勝負しちゃいますから ね、おそらく。さあ先生のまくりが見られるかどうか。さあドラが乱走でちょっと手配的には微妙なところですね。これヒサットの条件は変わらずですから、やっぱここから、あ、でもいいよ太郎これ、あ、ね、これはすごい違い、早そう、これはちょっとだいぶアドバンテージが、ちょっと先生苦しいかもしれないこの手格好で、ね、あ、先生こいつ手ですか、うん、苦しいね、まあ、シャーこれ切りたくないけどシャーか、あーってことは染める可能性もあるかもしれない、ね、あ、そうですね、うん、うわでもガゼンちょっと、ね、もう圧倒的に違う、これこれ、あら、ヒサトが、まあ、太郎に1枚は泣かれちゃうと思うんですよ、うん、自敗もさえなきゃいけない、うん、ね、自分の、まあ、役満級の手作りもしなきゃいけないんで、厳しいな、あ、これでも染めに行きますね、もう行くしかないよね先生はね、染めに行くとただ字が泣けないんですよね、この局面、あ、これ広々と、広々とした、もう広々ともう海のようなね。さあここを追い越せるかどうかですよね。
てか天敗もちょっともしかしたらきついかもしれないですよね。脳天だとね終わっちゃう。そうなんですよ。まあパーピン大きいだろうね。そうですね。リャンピンポン入りました、うん、仕掛けてくるね先生からポン、うん、リャンピンポンして動いて、あ、パーピンか、ごめんなさい、パーピンでしたね。3万も仕掛け返す。これでくっつきですね。太郎は掃除のしごろちと、うん、なんだっけな、追いついてるリャンパン。全然カメラ追いついてないですねもう2人ポンが入るとねこうなりますよね。あ、テンパイ？いや、あ、違うか。あ、テンパイです。テンパイです。小さければテンパイ。サブローワン、サブローワン。でもポンカスなんですよね。自分でポンしてる3万で、ね、6万は 2枚見えてるんですよ。あ、かなり薄いサブローワン。自分の目で6枚見えのサブローワン。テンパイ取るか。取るでしょうね、でも。想像の伸びに期待しますか？期待する手はありますけどね。うん、でも先生も仕掛けてますからね。ね、あ、これがどうなるか、うん、そう。それがどう出るか。どう出るか、あと2枚いるってことね。あと2枚ですね。うん、シャー重ねた。先生がシャーを重ねた。もう値段じゃないからね。この休憩余ったら結構迫力ありますよ。いやいやいや、ちょっと。あ、6万ここにあるから あと1枚。おお、びっくりした。そうですね、あと1枚は生きてる。先生がここから追い越せるか、追い越しかもしれない。来た来た。まあリャンシャンテンだけどね。まあでもね、あのハイパイからだからね、見せてほしいですよ。これピンズ掴んだらでも行くんでしょうね、この接戦だと。逆にこういう、お、初行った。いや、リハ切ったばっかりですけど、そのムスジのピンズやションパイを掴んだ時に太郎がどうするかですよね。まあ多分行くと思うんですけどね。うん、だってもう実際は先手なのかまだ遠いですけど、見た目は9ピンとか自敗余ってますからね。うん、シャンポに変えるか。シャンポに変えるか。ウーマンっていうのは面白いのかな。じゃあそうですね、サブローワのブロックがあるんで、うん、逆にウーマンは取れそうな感じがありますね。ウーマン数ピン。ああ、でもさあ着々と新型兵器が打ち出されていきますが切ったら、切った職だったのでよく良かったですね。あれションパイだと切りづらいよな、やっぱし。そうですよね。うお、すごいな、このツモ。先生来たよ。13ボールだと変わりますからね。これ13ボールで変わるの？変わります、変わります。あ、じゃあ直でも変わるの？じゃあ日経でも変わる。日経でも変わる。日経直でも変わるんだ。残球変わります。残球来た。ちょっと来たよ。さあ、このあの手がテンパイ入るのか。さあ先生。うん、リャンパーピンですもんね。リャンパーピンになれば、さすがにね、テンパイはシャーもだっているでしょう、まだ。そうです ね。さあ、このションパイが打てるか。あ、打つでしょう。打たなきゃしょうがないですもん、この局面だと。あ、打った、うん、先生に上がられたらおしまいですもん。そうだ、ね、ほとんど攻めるしかないんだよね。攻めるしかないですよ、ね、うん、このウーワンとスーピン流れにかけるんだよね。さあどうだ。シャーテンパー来た、来たか。これ積もれば文句なし、直撃でもいい。さあピンズ余った、先生に入りましたよ。ね、まさかの一本刃。一本刃だと、これは現物、これは現物。うわ、ドキドキしてきましたよ、ちょっと。ちょっと金ポンまだいるよね。これまだいるよね。確かめます。めちゃくちゃドキドキしてます。ドキドキしてますね。いるよね、これ。リャンピン。5000円。リャンピンポン入ってるのか。リャンピン、あ、パーピンでね、ポンしたね。パーピンポンですね。じゃあリャンピン来てんだよね。リャンピンさあ来るか。リャンピンも結構生きてるんじゃない、リャンピン。5500打差だから大丈夫ですよね。うん、大丈夫大丈夫。あ、ドキドキしてきました。カネポンもドキ。あ、ここに行ったか。あ、ここに来ちゃった。でもリャンピングまだいるよね。まだいますね。リャンピングがいる。どうだ。積もれば文句なし。さあもう。まあ、脇から出ないパイですからね、これも。うん、これはす。ウーピンはない、リャンピンだけ。リャンピンいるよね。そうですね。さあ。さあ、あとウーマンってどうなってるんですか。ウーマンもいるのか。ウーマンもだって見えてないですよね。サドラ、おお、危ねえ、危ねえ、危ねえというか、さ、そう、ウーアもいるよ、ウーアもいるんですよ、ウーアもいるんですよ。いやいやいや、ちょっとこれはどっちが先にいるかだ。ピンも、あ、来た、来た、これ止まんないと思いますよ。これはルーが入った、まさかの、逆転だ、逆転、逆転、逆転です、逆転です。すごい。さあ
いやーよく追いついた。あのハイパイだからね。あのハイパイからだからパーピン。ハローのハイパイと運命の差だったからね。そうなんですよ。パーピンポンで泣くんでしょうけどね。泣くんでしょうけどパーピンポンでも大体脳天で終わりですよ。タローが来て終わりですよ。ちょっとまだね会場のざわめきも収まらず。そうですかそうですか。うん